はい、どうも皆さん、晩ごはんにちはいすげです。ということで、本日も、ホグワーツレガシー続きやっていきたいと思います。前回ね、自分の杖を手に入れたところからですよね。この茶色のうねうね杖、いいでしょう。ってことでやっていこう。お待たせしました。全部揃った。確かに、一番好きなお店なんて決められないね。もう少し歩き回ってみようよ。もしかしたら今日、これだって思うかも。おお、何？うわ、なんだこいつ。トロール。みんな魔法使えるんだ。うー、やばすぎ。あ、またゲタブラー。ボンバーだ。かっこいい。なに2体目だと回避。うん、そんなのあんの。さあやるか。はいはいはい、いけ。プロテクしないといけないね。全然効いてないみたい。はい、オッケー。はいはいはい、高台投擲、もう一発ドン。いったすげえ。ほらよ。ほいは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 い、多分こいつの攻撃は避けれないんだろうな。ああ、プロテができないね。ほらよ。ほい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 はいはい、あ、間違えた。三角か。はい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 、そう、古代魔術。うおーっと、なにー、めっちゃひどい戦いだったね。なんてこと。もう一匹いたの。あんたたち大人のトロールと戦ったのかい。バリア、バリア三角なのに四角をしてた。頭がぼんやりしてて。なんだって、怪我はないの。はい、お役に立ててよかった。ずいぶんと控えめな言い方をするね。あんたそういう性格なのかい。闇払いの素質がありそうだ。あんたたちもし怪我してなかったら、ちょっと物を元の場所に戻すのを手伝ってちょうだい。もちろん。シンガー、シンガー巡査だよ。巡査。改めてありがとう。ああ、そうか、だからか、ボンバイエ使えたの。おお。ふう。ふう。なんだなんだ。おお、こいつじゃん。オグズミードに来たら、ガキは任せろと言ったな。俺は注意を引くだけでいいと。俺は約束を果たしたぞ。だが早速失敗したみたいだがな。うん、あいつはなんだ、何を隠している。奴を捕まえられなければお前は用なしだ。それだけ知っていればいい。うん、行こう。バレた。見られたかな。大丈夫だと思う。どうしてゴブリンがビクトール・ルクウッドと。ランボクがルクウッドと通じてた。日刊予言者新聞に載ってたゴブリンだ。見覚えあると思った。早く、サ
3本のほうきに入ろう。大丈夫？離れた方がいいんじゃない？ここロードゴ君、会えてよかった。何か分かったら知らせる。ありがとう、シローナ。元気で。ゴール、元気で。さて、ご注文。おや、見たことのない顔だね。初めて来ました。ようこそ。これはおごり。襲撃の後の他の天使や住人の様子も見てみるよ。二人とも無事でよかった。この子のおかげ、トロールを一人でやっつけたの。本当にすごいね。一人じゃないけどね。いただきます。いいよ。待って、ホグズミードにトロール、聞いたことないな。おかしいね。普段相手にする獣と言ったら。やれやれ。来た。獣だ。今出て行ったのはロドゴクか。ずいぶん客層が変わったようだな。心配ご無用。あんたたち二人が出て行けば客層はすぐに良くなるから。シオフィルス、やめた方がいい。やめておけ。大げさにやらなくていい。ほほ。こいつに用があるだけだ。なんでその飲んでんだから今。友人はバタービールを楽しんでるから。そう。一言言わせろ。聞こえなかった？うん。友人は忙しいって言った。みんな血を流し足りないようだな。来いシオフィルス。三本の箒は変わったらしい。よそに金を落とそう。いつまで飲んでられるだろうな。いいぞ。目をつけられちゃったみたいだね。気をつけて。ルックウッドとハローはトロールより厄介だから。ほほ。トロール、ランロク、ルックウッド、何を隠してるの？全部話すよ。でも後にした方がいいかも。へー、キャット先生、魔法を教えてください。先生、新しい呪文を教えていただきに来ました。よろしい。あんたは急いで防衛術の課題を終わらせる必要があるとフィグ先生から聞いてるよ。よって今日はインセンディオ、炎の呪文を覚えてもらう。インセンディオ、松明を灯したり、クモの巣を焼き払ったり、自分に危害を加えようとするものから身を守る時にも便利な呪文さ。それは便利そうですね。かなり便利というか。だが取り掛かる前に危なさそう。課題をこなしてもらおう。中にはびっくりする課題があるかもね。まあやってみてのお楽しみさ。終わったら私の元へ来ておくれ。それからインセンディオに取り組むとしよう。了解。さあ、ってことでここでまた勝てばいいっぽいね。サイドクエストの続きみたいな感じだね。用意はできている。準備万端だ。やろう。分かった。さあさあさあ。参加するの？一人で大丈夫です。いや、一人でやる。じゃ、始めよう。俺一人で十分だ。敵二人いるんかな？負ける覚悟はできた？いるんか。三人いるじゃん。先に謝っとく。おお、ひどいぞ。達人ラウンド。紫の盾は呼び寄せ呪文アクション。ああ、紫アクション。で、黄色がレビオッサ。オッケー。アクション。いや、レビオッサ。待って、くちょっと待って。アクション !1、2、3、4、5。 守って、 OK。 レビオサ2、3、4、5。 OK。 はいはい。あ、間違えた。いいよいいよ、回復。紫はこっち、
で、レビオッサ234回復。うぅ、プロテゴ、クソ間に合わない。いやー待って、回復、アクシオ123、そのまま、オッケー。あーくそー、さあ行こう。はい、間に合わないね。1234、守る、でアクシオ1234、オッケー。はいはい、そっち、オッケー。アクシオ1234、来るよ。あーくそ、オッケー。アクシオ、うー、オッケー、1234、1234、はい、オッケー、1234、来るよ。はい、いやくそ、オッケー、アクシオ、1234、回復して。OK。レビオサ。古代魔法を1234。来る。アクシオ。はい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 。はい。あと一人。レビオサ。OK。いやー、めっちゃ難しい。3対1はきつい。これか。キャビネットだ。鍵はどうやって使うんだろう。はたく。ああ、そういうことね。鍵穴に来たときに、はいはい。ああ、惜しい。オッケー。いや、早すぎる。古いコイン？お、ネリーなら何か知ってるかも。これか。これが僕の寮。これを開けるには寮のトークンがもっと必要みたい。かなりの数がいる。めちゃくちゃいるじゃん。厳しい。さあ先生、魔法教えてください。努力が実り。あんたはミスターブラヘキャット先生、課題を全部終わらせました。終わらせました。それは何より。インセンディオ、インセンディオを学ぶ準備はできたね。準備というのは、言いたくはないが、不注意で聖マンゴ病院行きになった同僚を何人も見舞ってきた。火は従順なしもべじゃないってことを忘れないように。これまで見たあんたの技能には感心してる。だが集中を切らすんじゃないよ。あんたが燃えて授業が終わるなんてことは避けたいからね。始めよう。いいかい？正しく杖を動かすよう集中しな。集中しな。いきます。ドン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 。オッケー。インセンディオ。来ましたね。ってことで、インセンディオを、ここかな？射程が短いため、相手の近くにいる必要がある。大量ダメージを与え、ほう、特定の物体を発火させる。数秒間ダメージを受け続け、その間に衝突されると爆炎が発生する。衝突されると爆炎が発生。うん。インセンディオ。さあということでメイン進めていきましょう。フィグ先生、待たせたな。先生、聞いてください。ヘキャット先生から防衛術を教えていただきました。映画監督です。新しい杖によく馴染んでおるようだ。そうなんですよ。彼女や他の教授と連携し腕を磨き続けるように。
とはいえ図書館への訪問をこれ以上延期したくない。では向かうとしよう。仕事だ。おりゃ校長、生徒もいますし、後に従え。生徒のことも後回しだ。君とオズリックが招いた面倒の埋め合わせをしてもらわねばならないと思うのだが、5分後に校長室だ。ほう、なんて人だ。腹立たしい男だ。残念だが禁書の棚への遠征はもう少し後になりそうだな。でも先生、他に選択肢はない。我らが偉大な校長をこれ以上刺激するのは愚かなことだ。耐えなければならない苦労が終わってから君を探しに行く。ふーん、そうなんだ。セバスチャンと話す。こいつか、サロー。いたね、セバスチャン。会いたかった。セバスチャン、待たせたね。あと3本のほうきでルックウッドたちと何があったか見たぞ。見たの？リフトアレルックウッドに目をつけられる見たのなんてそういない。何をしたんだ。ちょっとよくわかんないね。会ったこともないんだよ。他の生徒と勘違いされてるのかも。なるほど。無理強いはしないけど、どういうことかそのうち教えてくれよ。力になれるかも。それで、なぜ僕を探してたんだい？フィグ先生のためにあるものを探したいんだけど、禁書の棚にあるんだよ。先生が自分で行けばいいじゃないか。その予定だったけど、ブラックに呼び戻されて、先生の連絡を待ってもいいんだけど。率先して動きたいわけか。そんなとこ。捕まらないだけの賢さがあれば、禁書の棚も怖くないんでしょ？その通り。今夜、図書館の外で会おう。誰にも言うなよ。もしバレたら。禁書の棚を見ててバレたらどうなるかな。罰則だろうな。だから注意しないと。例えばポルターガイストのピーブズは避けること。あいつはやたら物を壊すだけじゃなく、僕らみたいのを見つけてチクるのが大好きなんだ。司書のことはどこまで気にかけるべきなの？スクリブナーは図書館で秘密の活動が行われるのを嫌ってるんだ。だから全力で避けてくれよ。あの人とは因縁があるけど、僕は出し抜けると思う。君はどうかわからないけど。じゃあまた夜に。ありがとう、セバスチャン。また後で。さあ行きますか。見えるか、あれが目指すドアだ。ほうほうほう。それと監督生に気をつけろ。スクリブダーにチクるのが大好きな連中だからな。見つかるなよ。いいな。忍び歩きは得意。でかい。ちょっと待ってくれ。知っておいた方がいい呪文がある。お、目くらまし術だ。来た。入っちゃいけない場所に入るのに便利なんだ。唱えると目の錯覚程度にしか姿が見えなくなる。距離を保って静かにしてれば大丈夫さ。それって透明になれるってこと？ま、そんな感じだ。マントほど確実じゃないけど、あれは高いからな。でも呪文ならタダだ。やってみろよ。お、いいんですか？目くらましの術。トン、トン、トン、トン。名前はないのか？目くらましの術。さあ、立ち入り禁じられた場所にいても見つからない。見つかりません。ほうほう、よし、では行きましょうか。目くらましの術。近くのボスは怪しい反応のケアを察知すると警戒を始めます。クエストは失敗となります。この魔法はいつまで続くんだろう。ささ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 さ、これうまく使ってとかも多分
できるんじゃない？全然反応しないじゃん。あ、落ち着いて。OK。落ち着いて。失礼します。ふう。またかけて。よし。まずい。師匠がまだいるぞ。早く本棚の裏へ。了解。おい。この時間なら師匠はいないって言ってたのに。普段はって言ったんだ。でも大丈夫。僕の後ろに彼女の机があるだろう。はいはいはい。鍵はあの机の引き出しの中だ。まずはそれを手に入れる。ほうほう。僕が彼女を机から引き離すから、君は鍵に集中してくれ。禁書の棚のエリアの外で会おう。了解。君が陽動、僕は鍵。了解。君を連れてくって言ったからな。約束は守る。おお。さすが、スリザリンの生徒は。もう行っていいんじゃないこれ。よし、ゲット。誰かいるの？ピーブズ、あなたなの？そうですよ。バイ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 。うう、危ない。ふぅ。オッケー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 。ミッションコンプリート。思ったより簡単だった。よし、開けます。さてと、レベル本以外のものもいろいろ物色しちゃおっかな。ダメだろ。レパーロ、レパーロ。あれ違う。あー、レビ要素。あれ、おーい。小さな新しいお友達が立ち入り禁止の場所をうろついてる。おーよいよいよ。悪い子、悪い子。やばいやばいやばい。捕まるぞ。おい、ピーブス、いいか。行ってやる。あの野郎。行ってやる。ピーブスめ、やつを止めないとまずい。それかせめて師匠と話して言い逃れしないと。信じていいの？まさか僕を師匠に突き出すつもりじゃないよね。そんなわけないだろう。友達に価値を作るのが好きでね。さあ行くんだ。幸運を頼んだよ。あのポルターガイストめ、どこへ行ったんだ。よし、あの呪文ならこの甲冑を直せそう。これだよね。レパーロ。おお。ここに40ゴールド。まだ下か。一応かけとこう。暗いね。さすがにもういないか。魔術の痕跡だ。本当だ。やった。あ、またどっか飛ぶぞこれ。行こう。レベリオ、どこだ。宝箱。しかも良さげ。小ざっぱりした薄紫のコーディネート。よし、行くか。どこに通じてる？アテナエウム。お、これはレパーロが必要か？それとも勝手に？レパーロが必要だな。レパーロ。ルーモス。間違えた。レパーロ。レパーロ。
こうか。こっちか。オッケー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 。そうそうそう。うわ、なんかいそう。なんかいる。レベリー敵っぽいね。万人が待ち構えてる。必殺ボン。強い。燃えろ。はい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 。いいね。浮いた。そうだ。はいはいはい。いや来い。はい。はい。オッケー。古代魔術の力は攻撃を命中させるダメージを受けることによって蓄積。パワーアップが生成する。これを集めること、これを集めた方がいい。10回以上コンボすると。一つのメモリがいっぱいになると大きなダメージを与え、縦の自分を打ち破る古代魔術。はいはい。どんどん使って良さげだね。レベリオ。もうめっちゃ回復してる。めっちゃ回復してる。うわ、またいるじゃん。2体？オッケーオッケー。古代魔術ドン。オッケー。はい。ドン。オッケー。いいよ。そこなんかあるんだよね。乗ったら動く。こうか。違うな。とりあえずはこれを動かす。でこれも動く。これは動かなそう。あれすぐ戻っちゃった。トーン。危ない。ギリギリしょうがないか。道が続いてるようだけど、どこに？またいそうだろ。いないね。ペン。はいはいはい。で、どっち？はい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 。トーン。落ち着いて集中しないと。オッケー。開口 C です。ああ弱いね。うはー、いっぱいいる。6体か。オッケーオッケーオッケー。まあ、とりあえず守りつつ行こうか。集中。いや6体どころじゃないな。レベリオ。オッケー。ドン。まず1、2、動くよ。はいはいはい。 OK。 1、2、3、4。痛い。オッケーオッケーオッケー。はいはいはい。これは避けて、はい、こいつを破壊してガード。オッケー。引っ張ってドン。あぶねえ。ギリギリ。
もういいんじゃない？回復がないんだよ、回復が。失礼します。お、記憶だ。古代の坊ちゃん、村が燃えている。燃えてるわけじゃないか。水がない。古代の魔法か。これ隣の村か。村じゃないや、あの村だ。杖買ったとこ。すごいな、賢者じゃん。お呼びですか？シドーラ・フィッツジェラルド先生、モーガナーク、ラッカム先生。ミス・イシドーラ・モーガナーク、よく来てくれた。ルックード先生、バカ先生。どうやらホグワーツの生活にもすっかり馴染んだようね。ルックード先生、それはよかった。5年生で転入してくるなんて異例尽くしだったから。偶然だが、私もホグワーツに5年生で入った。他に聞いたことがないよ。なんで5年生？君は何年も前に我々が君の村で見た美しい渦というものについて聞きたがっていたね。すぐにピンときました。あの時はありがとうございました。気にしないで。ええ、あたり一面に魔法の渦が見えたんです。父にはお前の空想だなんて言われましたけど、確信がありました。それは空想ではない、パーシバル。いえ、ラッカム先生もそれを見ることができるのよ。へえ。あれ一体何なんですか？ささやき声や痕跡のようなものはある種の古代魔術に関連している。古代魔術？それを操ることができるものは少ない。サンバカ。そのものが古代魔術を守る砦なんだ。バカって呼ぼう。じゃあ痕跡が見えるなら私にもそれが使えるってことですか？きちんと訓練すればな。だが、あまりことを急ぐのはやめよう、ミス・モーガナーク。そういう魔法の訓練を受けたければ、まずはホグワーツで教えている魔法をすべて覚えるんだ。この魔法は大きな災いを呼ぶ危険があるものよ。限られた人にとどめておかないと。今日ここで話し合ったことは決して口外しないこと。いいわね。返事は？返事はしなさい。くっそ。セバスチャン。くっそよ。もう金書の棚にまた忍び込んできたの？いつまでいたずらに付き合わせる気？やばいぞ。罰則くらいでは足りないよね。校長先生に報告しますからね。やめてください。リーグズによると、
あなた今夜は一人で来たわけじゃないそうね。誰かに命令されてやったなら教えてちょうだい。さあどうする。あなたは賢い。バカはやめなさい。誰もいません。おお、セバスチャン、いいやつ。セバスチャン、おじ上が何と言うかしら。すまないセバスチャン。さあということで今回はここまでにしたいと思います。まあ、今回はねこの炎の呪文とかね覚えてきましたと。まあ戦闘もね結構上手くなってきたんで、まあいいんじゃないかなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。また見に来てください。お疲れ様です。